にちは、白坂です。はい、今回はですね、ビジョナリーカンパニー3という、本の要約ということでやっていきたいと思います。テーマはですね、企業が衰退していく5つの過程ということで、もし企業が衰退していき、やがて消滅していくとするならば、この5つの途中過程を経て衰退していく、そしてやがて消滅していくという、その衰退する過程っていうのを説明しているのが3という本になります。はい、ということですよね。で、まず衰退が始まる最初の第一段階っていうのはどういう段階かっていうと、はい、成功による傲慢ということですよね。これが最初の第一段階ということになります。経営者もしくは組織全体に傲慢さというのが出てきた場合が、衰退への第一段階ということなんですよね。で、これはビジョナリーカンパニー2という本ですね。2という本は、結局グッド・ツー・グレートっていうことで、どうやったら、ね、いい企業が偉大へと飛躍していくか、そのためには規律ある人材が規律ある考えのもと規律ある行動を取り続けるということだったわけですけど、じゃあこの傲慢っていうのは何に、反しているかっていうと、2の言葉を使うならば個人としての謙虚さですよね。はい、第5水準、偉大な企業へと導いていく経営者っていうのは個人第5水準の経営者であり、職業人としては頑固なんだけど個人としてはすごく謙虚であるというのを、ご紹介していますけれども、それの反対ですよね。謙虚の反対が傲慢なので、まずその経営者または組織全体に傲慢さが現れてくると衰退が始まっていくということなんですよね。はい、そしたら次ははい、規律なき拡大路線ということで、もうとにかく例えば売上目標ありきみたいな感じで、とにかく売上の数字をどんどん大きくしていく、っていう、拡大路線を、進んでいくということなんですよね。拡大していくこと自体は決して悪くないんですけれども、規律がないと。もうとにかく売上というその大きな数字を作るためだけに拡大していくっていうのが始まると、衰退の2段階目っていうのになっていくということです。これはビジョナリーカンパニー2の方を考え方からすると何に反しているかっていうと、ハリネズミの概念ですね。はい、ハリネズミっていうのはたった1本、鋭い針があるだけで厳しい自然界を生き延びることができると、ね。だからその1本のすごく強い針っていうのを作ることが大事だっていうのがハリネズミの概念で、具体的に言えば、その企業が情熱を持って取り組める、そして世界一にもなりうる。そして経済的基盤にもなる需要が大きいものですよね。情熱があって、そして世界一にもなり得る得意分野で、そしてなおかつ経済的基盤として十分成立する需要が大きい分野、この3つが重なっている部分をハリネズミというふうに、ビジョナリーカンパニー2の方では言ってるんですけれども、そのハリネズミをひたすら一定集中でやり続けると偉大になっていくと。これに反して規律なき拡大路線っていうのを、ね、歩み続けていくと、結局その企業っていうのの衰退が始まっていくということなんですよね。はい、そしてはい、リスクへの見込みの甘さというのが出てくる場合ですよね。実際は、ね、ビジネスっていうのはリスクがあります。不確実性があるわけですよね。自分たちがどんどんね、思った通り、ね、右肩上がりで順調に成長していくっていうことはなくて、実際は不確実性があるわけですけど、その不確実性に対しての、ね、見込みっていうのが、見通しっていうのが非常にこう甘くなっていっているということなんですよね。なんで甘いかって言ったら傲慢になってるからですよね。経営者とか組織が傲慢になっているので、だからリスクへの見通しっていうのが甘くなるということですよね。はい、そして、ここからですね、結局こう1、2、3って言ってる時に、ここがピークになります。1、2、3ですね。だから結局こう2番目の状態っていうのは規律なき拡大路線ということで、拡大していってますので、売上の数字自体は上がってるんですよね。だからこう数字だけ見ると上がってきてるわけです。で、規律なき拡大路線を取ってるので。なんですけど3番ぐらいからだんだんちょっとおかしくなってくるということなんですよね。はい、そして衰退の4番目というのはもう一発逆転の追求ということで、ちょっとこうおかしくなり始めていた時にだんだん下がっていった時にもう一気にここにこう挽回したいというふうに思っていくわけですよね。なんですけど実際は下がっているということなんですね。これはビジョナリーカンパニー2の中でですね、偉大にこう飛躍していく企業っていうのは弾み車を押し続けて、そしてその弾み車がある程度押された状態で、あとはその重みでこうぐーっと加速がついて伸びていくっていう話をしたんですけど、その逆なんですよね。結局こう地味にこう重みを、ね、弾み車を押し続けていくっていう過程ではなくて、もうこれやったら一気にここに行けるんじゃないか、これやったら一気にここに戻れるんじゃないか、これをやったら一気にここに戻れるんじゃないかっていう、そういう一発逆転ばっかりを追求しだすと、もうこのね、衰退に歯止めがかからないということになります。はい、そして衰退、そして消滅へということなんですよね。結局もう企業が、ね、一発逆転ばっかりを狙い出すと、もうこの衰退が、止まらなくなり、やがて、普通の企業もしくはもう消滅、企業として、成立しなくなる、成り立たなくなる、消滅していくという、過程を経ていくということなんですよね。なのでこの1、2、3のところがこう企業として数字が伸びていってるので、自分たちでは意外と気づきにくくなるわけですよね。で、数字はどんどん伸びていってますと。なので自分たちはこう、ね、成長しているように見えてるんですけど、実際はこれは成長じゃなくて膨張だったわけですよね。実態が伴ってなくて、単に見た目の数字だけが膨張していってるような状態ということです。ね、そしてこうリスクに対しての見通しが甘くてですね、これもしかしたら、ね、まずいかもしれない、だけどなんとかなるんじゃないか、今まで順調に、成長してるからというふうになってからは、もう衰退が一気に加速していってしまうと。あとは一発逆転を狙ってもなかなかそんなね、ビジネスって甘いものでもないし、そういった一発逆転ってなかなかないので、結局ずっと衰退が、加速していって最後は消滅に至ってしまうということなんですよね。なので2とビジョナリーカンパニー2と3っていうのは、2つの本が、セットになっているような感じで、傲慢になったら謙虚さを失っているので危ないですよと、ね、そして規律なき拡大路線に、入ったらハリネズミの概念に、反しているので危ないですよと、いうような、ことですよね。で、リスクの見通しの甘さっていうのは、2の言葉を借りるならば厳しい現実を直視してないので危ないですよということですよね。だから2の原則っていうのを外していくと、企業っていうのは衰退していくということで、企業が衰退していく5つの過程っていうのを説明しているのがこのビジョナリーカンパニー3という本であるということですね。はい、今回の動画ですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴ください。感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。